ノーと言わないです基本的に。でもイエスマンじゃないっていうのが割と心情というか、そのリーダーシップっていうのは別にリーダーだけのものではないっていうことをこの本の中では書いていて、フジテレビ清水俊弘のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターもガンダムにわかる現代ビジネスを出版された田中純也さん、前編ではガンダムとビジネスの結びつきや時代を先駆ける秘訣を語っていただきました。後編ではライフチャートを使って先を見通す思考法をどのように身につけたのか聞いていきます。ここまでちょっとガンダムも絡めながらかなり面白いお話を伺ったんですけど、ですか、はい、ぜひこのまあリーダーとしての この思考法をどうやって身につけてきたのかというのをライフチャートで伺いたいと思うんですが、ライフチャートとはこれまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、田中さんのライフチャートはところどころガクッと下がってマイナスに突入していますが、すぐに立ち直って全体的にはプラスの充実度になっています。このようにガクッとちょっとマイナスもたまに入るグラフを書いていただきましたけど、そうですね、はい、実際なんて書いてたっていうと、はい、ガンダムと出会いですね、はい、書かせていただいて、はい、まあ漫画とかアニメ、はい、石森章太郎先生とかですね、はい、手塚先生とか、はい、ガンダムが出て安彦先生とか、はい、もうとにかくずっと模写してアニメディアとかアニメージュみたいなところに投稿して楽器職人として、でそれを採用されて、はい、やったみたいなオタクです、はい、その中でもベストオブベストはガンダムですか。アニメで言うと、はい、ベストオブベストはガンダムですけど、はい、漫画で言うとサイボーグ009なんです。そうなんですね、はい、まあ、これもね、はい、悲しい物語なの、これ多分5時間ぐらい話してますなるほど、まあ、そうやって、まあ、漫画に影響されながらいろいろな、まあ、感性を、ね、あの養うっていうのも含めてお子様時代におそらくやられてると思うんですけどお子様時代というほどでもないですけどね18歳にはちょっとマイナスに入るタイミングがありますけど、これはですね、なんか大学受験舐めてたので、はい、あんまり受験勉強とかしないまま、うん、受かった大学に行くんですけど、うん、その前に本当は俳優になりたかったんですよ。高校3年の時に大学受験の、はい、傍らオーディションとか受けてたんですよ。ちょっと多局になりますけど、はい、毎度お騒がせしますっていう中山美穂さんっていうのがあって、はい、それのパート2の相手役みたいな、うん、でも高校3年生でオーディション受けてるのは僕だけで、あと全員中学生だったんですよ、はい、なんか最後の10人ぐらい残ったんですけど、あ、そうですね、まあでもちょっと年がねみたいなことを多分なんかこうプロデューサーの方に言われて、はい、あえなく落ちて、まあ、大学行くんですけど、はい、俳優なれないなと思って、まあ、挫折というほどではないですけど、うん、まあ大学行こうかなみたいな、うん、で行った大学っていうのは、まあ、そんなに面白くもなかったというかね、そういう状態で行くと大学の学部とか学科自体には全く興味がなくて、はい、まあ、理系なんですけど、うん、ただそこに競技ダンス部っていうのに出会ってしまったので、はい、何学部ですかって言ったら競技ダンス部ですみたいなぐらい1年300日ぐらい踊ってたので、まあ、そこそこ結果も出せたので、はい、あのそれはすごく良かったなと、すごく社交的になってまして、うん、社交ダンスなので、はい、とても引きこもりのアニメオタクが社交的になったっていう部分で言うと、うん、それは非常に良かったかなと。前半の中でお話ありましたけど、準優勝までされたっていう、ね、まあ、そうですね、3年生の時に初めてレギュラー戦っていうの出るんですよね、はい、レギュラー戦って大体4年生がダンスプロはひしめてるんですけど、そこに3年生がポット出で入って、はい、初めての試合で優勝したんですよ、もう天狗ですよね、はい、3年生初出場のレギュラー戦で優勝をするっていう、もうこれもダンサーだなと。まあでも上には上がいるんで、なるほど、あの、まあ、そこからまたこう勝ったり負けたりとか、はい、あのしていくんですけど、まあなんかそういったところで言うと、すごくそこで結構努力が報われるみたいなこととか、自分を俯瞰で見るみたいな、鏡見ると前ばっかりこう見ちゃうんで、自分のこう正面だけを気にしちゃうんですけど、どちらかというと審査員は背中を見て背中でジャッジを入れるので、自分の背中がどうなってるかっていうのを見れないじゃないですか。だからどちらかというとこの辺に自分が幽体離脱しているぐらい今自分がどうなってるかっていうのをやるんですね。第三者的 なんか思考というか視点みたいなものは割と実は競技ダンスを通じて持てたかもしれないですね。じゃあこう喋ってる時とかも自分が何を喋ってるかみたいなのを俯瞰で見るみたいなことも今でも多分、ね、気にしいなんですよね。大した人間じゃないのに気にしてるんですよ、はい、どういうふうに思われてるかとか、はい、見られてるかとか、うん、もしかしたら承認欲求は強めだったかもしれないですね。あのでも言えないんですよ、自分で認めてないとは言えないので、はい、あのいつか誰かが見てくれるだろうみたいな、あの必死に努力するみたいな、まあでもそうやってこうね打ち込むものをこう大学に入って、まあ、見つけてプラスになっていって、そうですね、よかったですね、はい、で25歳で高い位置あのターニングポイントと書いていただいてますけど、これ多分ですね、はい、営業になった時ですね、代理店で、うん、最初クレディセゾンっていう会社に入って、はい、金融向かないなと思って1年4ヶ月で辞めて、うん、JR 東日本企画っていう会社の、うん、
に入って、はい、まだ JR 東日本企画が広告代理店というよりは交通媒体の管理会社とか、うん、JR のハウスエージェンシーっていう趣が強かったんですけど、そこに入って2年ぐらい上質だったんですよ、情報システム部門で。その年に新卒で入った人間が1人上質に配属になってすぐ辞めたんですよ、その代わりっていうことで、まだ営業志望だったんですけど、営業志望で入ったのに情報システムに入った、理系だよなっていう、はい、うん、じゃあ半年で営業とか行かせてもらえますか、まあそのうちだみたいな、運よくその営業にやっぱり行かせてもらって、はい、ショッピングセンターとか駅ビルと言われてるところの宣伝とか販促を担当するんですけど、やっとようやく広告代理店らしい仕事っていうんですかね、うん、させていただいたので、それは非常に大きな起点だったと思います、うん、やっててこう大きな失敗とか、むしろすごい自分の中でこれは成功したみたいなものって何かありますか、うん、大きな失敗っていう失敗はしてたんでしょうけど、うん、あんま覚えてないんですよね、調子いい人間なので、うん、誰かで構わず話しかけてしまったり、うん、話しかけられたり、もうちょっとね優しい可愛らしい顔してたので、あの結構多分そういった意味で言うと、はい、ちょっとチャラチャラしてたんです、女子社員と仲良く喋ってたら、はい、当時の部長にボーナス下げられました、はい、そんな時代なんですか、ね、お前勤務態度がダメだからって言って、こういうの言っていいのかな、賞与が下がったのはその時だけですけど、はい、あいかんと、これこういうなんか所作とか振る舞いっていうのが見られるんだなと、で何くそと思いましたよ、だって仕事の話実はしてるのに見た目でチャラチャラしてると思われて、お前女子社員とばっかり喋っててみたいな、ナンバのやつだなみたいなことを言われて、それが査定に響いてるっていう、そういうのを気づかされた、はい、自分の行動とか振る舞いっていうのが、その代理店の営業としてはやっぱり重要だなっていう感じでしたかね、うんうん、そうやってこう仕事も楽しくずっと35歳まではプラスの状態が続いてたのが、ここで下がるタイミングというか、35歳は電通に転職した時ですね、当時なんかこう電通の営業にこう転職するムーブメントが自衛金融に起きていて、自分も行けると思うわけですよ、この電通の営業になると、もう見えてる世界がねちょっと変わってくるんですよね、なるほど、まあ、そこそこやっぱり放送局さんの扱いも自衛金の時と電通の時では正直若干違ってました、電通の名刺で行くといろいろと話ができる人が増えるし、それこそ本当に放送局の方々ともやっぱり仲良くさせていただけるようになったのも電通の営業時代からなので、いいクライアントに恵まれていたので、全国でスポットを全局使うとか出張させていただくとか、結構番組を作ったりとかっていうのもあったので広がるんですけど、まあそれこそ上には上がいるじゃないですけど、めちゃくちゃできた気でいたんですよ、やっぱり JK JK すごくユニークな会社だし勉強にもなったんですけど、汐留の会社はまたちょっと違うダイナミズムというか、失敗できないというか、同僚のね年下なんだけど、まあちょっと先輩っていうぐらいの安藤君っていうのがいて、 CM 制作現場とかでなんかちょっとクライアントが聞かれた時に、まあ、大丈夫ですよみたいな感じでちょっと軽く言ってしまったのを切れて、大丈夫できるみたいな、できると思うけど、でもねそれはね電通の一言なんだからさって言われて、おおそうかと思って、もう責任とかアカウンタビリティみたいなことをやっぱり意識するきっかけだから、落ち込んだというよりはできてた自分が恥ずかしいというか、なんかちゃんとしなきゃって思ったのが、まあまあ本当にいい年ですけど35、6歳ぐらいだったんじゃないかなと。それまでちょっとうまくいきすぎてたところっていうのがあったんですかね。うまくいった気になってましたね。 JK でも新規事業みたいなことをやらせていただいたりとか、ネットリテラシーが高かったので、営業は数年であとずっとプランナーだったので、まあプランニングするときにネットのことが分かるプランナー何人かしかいなかったので、重宝されるわけですよ。そうちょっと天狗になってたと。今広告代理店を志望してる人にこうアドバイスみたいなもので何かありますか。なんかちょっと少なくなってきた風情もありますよね、うん、なぜ僕が広告代理店を選んで出たかっていうと、小4の息子にもなんで勉強するのって聞かれて、一つは多くの選択肢を持てるためっていう教育をしてるんですけど、広告代理店ってもう選択肢って無限なんですよね。前提条件と制約条件が変わると少しこう選択肢が狭まれるんですけど、それでもアイディアっていうのはまあ無限大に近いぐらい出せるものだと思ってるんですね、企画とか。でそういったところで言うと、広告代理店っていろんな選択をお客様に提示して差し上げるというか、でそれを一緒にアクティベーションするというか、実行していくっていう、現実的なものにしていくっていうところが一番面白いところなので、幅広い業種業態の人と付き合えるし、いろんなことを結局世の中の仕組みが広く深く分かるんですよね。結局事業会社の人と一緒にこうプランニングとかしていく中でいうと、事業会社の中のこと分かんなきゃいけないので、そうするとすごい業界研究とかするじゃないですか。そうすると誰かのためにできることを楽しいっていうか面白いと感じることと、他がやらなければ自分がやるっていうホスピタリティとマインドを持ってる人の方が向いてるし、そういうことが楽しいと感じるような
経験とかをもっとしたいと思うような気持ちになる、うん、なるためにもいろいろ食わず嫌いというか、うん、好き嫌いなくいろんな経験体験をすることが多分、うん、向いてるか向いてないかを判断する基準ですし、消費者としての経験は広告代理店にいなくてもその事業会社にいなくてもできるじゃないですか、はい、それいっぱいするべきだと、まあ、そうすると散財しちゃうんですけどね、うんうん、まあ広告代理店でいろんな経験、まあ、ちょっと鼻をへし折られるみたいなのを含めて経験されたのがこうプラスになってまた40歳でガクっていうのはこれはどんなことがあったんですか。40歳の時もまだ電通に、もうその時は多分メトロワードから電通レーザーフィッシュっていう会社に、うん、電通グループに戻るっていうところだったと思うんですけど、うん、メトロワード時代にメトロタッチっていうアプリを作って、それがまあそこそこなんかこう、うん、アップストアのランキングに上がったりとか、うん、もう全部友人たちのおかげだったりするんですけど、うん、その友人たちに支えられて、そういう、まあ、その自分の成功ではなくて、うん、みんなでの成功っていう体験をしてたんですけど、うん、やっぱ震災みたいなもの、はい、でそれでその震災の年に電通レーザーフィッシュに、うん、転職っていうか、まあ、電通グループに戻ってくるの で、うん、でその後やっぱり売り上げも上がらないし、うん、なんかこう仕事もうまくいかないし、はい、なんか世の中もなんか停滞してるし、うん、まあ、ちょっと今に近いような感覚、はい、なんかこう自分自身の力ではどうしようもないことってあるんだなっていうのは、うん、すごく日々辛いなみたいな感じありましたね、はい、それはどうやって乗り越えていったんですか。乗り越えられてるかどうか分かんないですけど、うん、仲間じゃないですかね、仲間っていうか、うん、自分の周りにいる人がなんかすごい一生懸命やってる姿みたいな、うん、やっぱなんかこう刺激的な人たちが周りに多いので、うん、なんか変態とか変人とか、うん、まあ、清水さんもねそういう部類にももはや入ってますけど、なんかこう変人、はい、奇人変人変態みたいな人ですごい仕事ができる人、でもプライベートも充実してる人って結構いて、そういう人たちを見て悔しいとか、うん、そういう人になりたいとかじゃなくて、うん、なんかわーすげーなーって、だから自分も自分のできる範囲で頑張んなきゃっていう風にやっぱ思えるようになったこの10年くらいかな、うんうん、周り仲間に支えられてる中で47歳、こうプラスでどん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 右肩上がりって感じですけど、この47歳っていうのはどういう年齢なんですか。これインフォバーに入ったぐらいですかね、うん、まあ、40代も後半になって、はい、まあ、そこそこいろいろ責任あるポジションもやらせていただいた時に、うん、今後の自分のキャリアをどうしていこうかっていうところで、はい、なんか子供も増えたし、うん、何が できるのかなって言って、うん、今まではなんか今日のことしか考えてなくて、うん、寝るとリセットするぐらい晴れやかな朝なんですけど、はい、継続的にこういろんなことを考えるようになったし、うん、未来のことを少し考えるようになったのがこのぐらいからかなっていうことですかね、はい、その中でも社長になるとやっぱり考え方ってさらに変わるものですか。社長はなりたくてなってるものでもないので、うん、まあ、もちろ なんかそういう経験っていうのはして、うん、したいなと思ってましたけど、うん、もうちょっと手前のところで取締役になったぐらいからですかね、うん、意識が変わったのは、うん、少しそのタイミングで取締役になりました、うん、CEO を名乗りましたって言って、すごく従業員じゃない身分で会社を見ていくっていうところの、うん、なんかこうやっぱ視点とか、うんうん、視座とか考え方っていうのは結構全く延長線にあると思うんですけど、うん、結構やっぱり意識的にやってます、うん、行動を見られてどう思われるかっていうのは、うん、いい意味で気にするようになったっていうのと、その頃からこういうこともやってくださいとか、うん、例えばマーケターキャリア協会っていうところで、はい、マーケターのキャリアを考える、うん、団体で今1100人ぐらい会員がいるんですけど、こういう会を立ち上げるんでちょっと一緒にやってくださいって言われて、うん、それこそ富永さんとか、はい、もう鈴木さんとかね、ニューバランスの鈴木さんとか、ニューバランスのもういわゆるマーケターとしてはプロフェッショナルな人たちの中に自分が入って何ができるのかとかいうのはあったんですけど、はい、まあ、これもちょっと刺激だなと思って入って、うん、はい、で今こう理事をやらせていただいてますけど、毎回緊張感の中、うん、自分が出した言葉、瞬間的に考えた言葉に対して、うん、いいねって言ってくれて、うん、ちょっとだけ認められたっていうか、うん、なんかそこでいいディスカッションができて、うん、今日良かったねって終わる回があると、うん、まあ、自分もなんか役に立ってるのかなと思いますし、うん、大学とかで教えることも去年からやらせてもらってるんですけど、うん、それこそ20歳の学生80人ぐらいに今年も教えるんですけど、そういう経験とかって今まで想像はしてなかったですよね。でも自分のことを見つめ直す、なんか誰かと話すと自分が分かるというか、はい、自分の評価って自分で決めるものではないじゃないですか、うんうん、ブランドと一緒で価値っていうのはその人が持つものなので、うん、相手がどう思うか、次も会ってくれるのかみたいなところだと思っているので、うん、やっぱりこう人と話して
あ、自分がここがもしかしたらいいのかもとか、自分のここがダメかもっていうのを常にこうアップデートできるあの環境に今こうなってきてるっていう感じですかね。これ取締役になってから見えたものとか理事になってから見えたものっていうのがまさに今のお話だと思うんですけど、そこに逆にこう選ばれたのってこうなぜだと思いますか？ノーと言わないです基本的にでもイエスマンじゃないっていうのが割と心情というか、どうやってみるってやった時に、はい、あんまノーって言わないです、あんま考えさせてくださいも、ポーズで言うけど、まあ結構やりますみたいな、なるほど、感じでやってみて後悔することもありますけど、そういう感じかしら。でそれに、まあ、イエスマンでないっていうところはやっぱりそこも大事なんですかね。あ、まあ、もちろんその自分の、はい、なんかこう頼まれたからには、はい、頼まれる理由の一つとして、違う視点とか違う思考とか、違うロジックとかを期待してるわけじゃないですか、誰かが誰かに物を頼むって時はきっとね、なのでそれを出してやろうというところで言うと、これやってください、はいやりましたって、それはもうオペレーターなので、どちらかというとたまにそうじゃないですよねっていう少し批判的に正しくね、あの建設的に返すことはなんかこうちょっと心がけようかな。なるほど、はい。まあ、さらに今はもう一番高い位置にいて、さらに右肩上がりの状態ですけど、今後こういうことをやってみたいとか、そうですね、こういう自分になっていたいみたいなことってありますか？ちょっとそこには書ききれてないんですけど、まあ、去年弟が亡くなって、4つ下の弟が亡くなって、それは非常に僕の中では大きな転換だったんで、もう気持ち的にも落ち込んだし、もうなんかなんでっていう思いしかなくて、まあ今でもそう思ってますけど、まあ、彼の分までとか、なんかそういうことでもないんですけど、できるだけ今日を大事にしようみたいなところに戻ってますね。あのあんまりだから未来のこととか考えて、考えすぎて、10年後こうだとか、20年後こうだっていうよりも、ポジティブに明日自分がどうなるかわからないと思って、今日をしっかり、あの朝起きた時は今日すごく絶対ちゃんと生きようとかですね、今日は息子のこと怒らないでいようとかと思うんですけど、結局怒ったり、まあ泣き笑いしてるって、あれ昨日と同じことやってたかなと思うんですけど、まあこれも人間なので、だし自分だし、まあなんか1ミリでも前進してればいいかなっていう感じですかね。それ個人に対しても、そう、今のインフォバーンという会社に対してもそうですか？会社に対してはやっぱりこういう風に持っていきたいみたいな。会社は自分のその創業した会社ではないので、まあ、もちろんオーナーシップに近いところで思ってますけど、やっぱりリーダーシップは必要だなと思ってるので、それはなんかついてこいではなくて、みんながこういう会社にしたいんだよっていうリードしてあげるというか、そう思わせる気にするっていうか、そういう文脈を作るのが自分の仕事だと思っているので、雰囲気作り、オンラインだから難しいんですけど、それを今新しい組織の中で、まあなんかこう模索しながらやってるっていう事実かね。だからどんな会社にしたいとかは、あの一応なんかパーパスとかね、あのなんかこうホワイフーフワットみたいなものは規定はしたんですけど、あまりそれに縛られず、なんかメンバーの人たちがこんな会社にしたいとか、こんな会社で働きたいとかって思うようにアシストするっていう感じですかね。本の中でもあのリーダーとリーダーシップは違うんだっていう話、すごい面白いなと思いながら読んでて、まさにリーダーシップ発揮されているリーダーだと思うんですけど、メンバーにもやっぱりリーダーシップを持ってほしいってことを思ってきてるんですか？まあ、この 本の中でも、あのこれテーマ決めて、乙部さんが書いて、で僕がリード文とタイトルつけて、文吾さんがそれに対するこんな絵がいいんじゃないのっていう、そういうなんか共同作業なんですね。全体的に言うと僕プロデュースする係で、その中で乙部さんと一緒に作っていて、乙部さんがリードして書かれてるんですけど、まさにそのリーダーシップっていうのは別にリーダーだけのものではないっていうことを、この本の中では書いていて、部下であってもリーダーシップは必要で、すべからく仕事を進めるっていうことで言うと、それぞれがそれぞれのリーダーシップを発揮すると、全員赤レンジャーみたいな感じではなくて、ヒーローで、まあ大体赤がリーダーそうそうそう、こう赤のリーダーシップ、青のリーダーシップ、黄色のリーダーシップというのがあるじゃないですか、わしリーダーみたいな話よりも、あ、そこがすごいリーダーシップですねって人に言われて、あはっていうぐらいのものなんじゃないかなと思います。だから僕なんかこう、リーダーっぽいとかですね、まあ、今なんか代表とかやってるので、そういう思われがちですけど、全くそんなことなくて、ただこういうところがリーダーシップだねって言われると、あ、もしかしたらそうなのかもなと思って、じゃあそれはいいんだ、繰り返そう、でもちょっとそこダメだと思うよ、みんなそれじゃついてこないよとか、ストレートに言ってくるんで、そういう風になっている、まあ、気づかされてくれるっていう、まあ、この繰り返しですかね。やっぱりこうオペレーターにもリーダーシップがあって、通信してる人にもリーダーシップがあって、補給をしてる人にもリーダーシップがあって、まあなんかそういう感じがなんかチームとしてうまくいくんじゃないかな、なんかキャプテンシーとかとね、またちょっと違うと思うんですよね。
本当にここまであの面白い話をたくさん聞いてきたんですけど、潤亀さんがこう仕事を楽しむ秘訣って何ですか？仕事を楽しむ秘訣ですか、はい、その中になんかこうエンターテインメントみたいなものを見つけちゃうんですよ。あのエンタメ好きなんで、ずっとテレビっ子だし、うん、あの漫画好きだしアニメ好きだし、はい、今でも少年マガジン毎週買って読んでるし、うん、エンターテインメントって自分にとって切っても切れない、はい、うんキーワードで、うん、仕事はもうなんかこうエンターテインメントだと思うと、あるいはエンターテインメントを自分は出してるか出してないかっていう視点で考えると、多分辛いこともその瞬間はドラマ的にはもうすごいどんよりした音楽流れていて、うん、わーってなっていても 翌朝みたいな感じで、はい、でも頑張ろっかみたいな感じでなってると、ドラマを見てる人が前向きになるじゃないですか、はい、だからそういうことを仕事の中でも今日うまくいかなくても、うん、次うまくいくためにどうするかっていうのがやっぱこうエンターテインメントっていうか おもてなしなので、仕事はエンターテインメントだと思って、演者であり舞台監督というか演出であり、あるいはオーディエンスでありみたいな、自分の役回りを今はちょっと演者としてエンターテインメントを盛り上げる、今はオーディエンスとしてエンターテインメントを盛り上げる、あるいは監督的な演出の立場でエンターメントするっていう、なんかこうこの役回りをうまく1人3役できてもいいし、チームの中でこうそれぞれできてもいいんじゃないかなと、そうすると多分いい方向に持っていけるんじゃないかなと思います。もう本当にね、潤亀さん個人もインフォバーンという会社も、まあこれからね本当に2手3手先に、まあ、どういったことをやっていくのかっていうのももう本当にこう注目してますんで頑張ります、はい、本日は貴重な話で、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の学び、自分の評価は周りが決める、外に向かって発信し続けることが重要、ノーとは言わないがイエスマンにはならない、その姿勢がキャリアアップの秘訣、全員がそれぞれのリーダーシップを持って仕事に取り組む、そんな環境づくりが成功の鍵、リーダーシップってリーダーだけに必要なものじゃないんだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではビジネスに役立つリーダーの思考法を一緒に学んでいます。ぜひチャンネル登録、それからコメント、高評価の方もよろしくお願いします。